2008年撮影オリンピックスタジオはイングランドサウスウエストロンドンバーンズのチャーチロード117にあった商用録音スタジオ。1960年代後半からロックやポップスの分野で数々の作品を生み出したことで知られる。元々の建物は劇場用として1906年にバーンズレパートリーカンパニーによって建設されたものである。その後、 1950年代後半にギルード TV が買収し映画スタジオに改装されたが1965年にオリンピックサウンドスタジオによって買収された。録音スタジオへの改築は建築家のロバートソングラントが務め音響設備はキースグラントとラッセル・ペッティンガーによって構築された。ミキシングコンソールはスタジオのメンテナンススタッフによるカスタムでディックスウィテンファム。 キース・グラント、ジム・ドーラー、ジム・マク・ブリッジらの手が加えられ、オリンピックの名を世に知らしめることとなった。その後、スーエテンハムは会社を設立し、ヘリオスブランドのコンソールの販売を始め、グラントからの受注によって製造した最初の機器ヘリオス1をスタジオに納入した。オリンピックとヘリオスのコンソールは、現在もその音質で高い評価を受けている。 オリンピックスタジオはミュージックウィーク誌のベストレコーディングスタジオに5度にわたって輝くなど高い評価を受けたが2009年の EMI とバージングループの統合によって40年に及ぶ成功と栄光の歴史に幕を閉じることとなった。ありがとうございます。